こんにちは、渋谷店2年目の泉谷です。今回は BTS のブサン風の波打ちスパイラルのセットをやってみました。よかったら最後まで見ていってください。顔周りのスパイラルは基本的に緩めに入れていきます。上に行くにつれてスパイラルをやや強めに入れていってください。波打ちを少し入れると無造作感がより増すのでおすすめです。羽とか入れるとね、とてもかっこいいんです。でワックスで散らした時に結構羽感が消えちゃったりとかする人多いと思うんですよ。これ結構多いので、そういう時はやや強めにアイロンの時点から入れちゃってください。羽感をね多めに入れておくことで、やっぱ BTS のテテさんに少しでも近づくかなって思ったので、今回は結構多めに入れました。波打ちもね忘れずに入れてあげてください。反対側もね同じようにスパイラルを入れたり波打ちを入れたり、結構ランダムに入れちゃってください。波打ちは基本的に羽で終わらせるようにすると羽感がとても出やすいのでおすすめです。アイロン入れた後にしっかり散らしてほぐしてあげることが結構大事だったりするので、やってみてください。前髪は結構ただ流して緩く流して終わるスタイルが多かったりすると思うんですけど、今回のテテさんの髪型はかなりスパイラルも思い切って前髪に入れちゃってください。僕もねこれかなり緊張しながら実はやってたんですけど、結構こうやって今ほぐしてみたりすると結構見ての通りいい感じじゃないですか。いい感じになるんですよ。はい、アイロン作業は終了です。ワックスは黒色のワックスと青色のワックスを7対3ぐらいの比率で後ろからまずつけていきます。下からなじませてしっかり散らしてください。また7対3で手になじませます。なじませ方は根元をめくるようにしっかりつけてあげてください。前髪にはまだつけてません。なじませ終わったら前髪に余ったワックスを毛先のみつけてください。今回の最大のポイントは振って下ろすときにワックスをちょっと足してあげることがポイントだと思います。なぜかというと、やっぱテテさんのねステージで見るかっこいいあの髪型、結構ツヤがあったりするんですよ。そのツヤ感をやっぱり出してあげるには表面にもうちょっとツヤを足してあげることが大事なので、しっかりツヤを少し多めになじませてください。ひし形シルエットをしっかり整えてあげて完成です。ご視聴ありがとうございました。